ウルアカ対策委員会編感動しましたね。特に夢先輩と先生が結婚して星野を養子にしようとしてたのは涙が止まりませんでしたね。まあ、あるよね。夢先輩が実は瀬戸に取り込まれてて、なんだかんだ出戻ってくる可能性はあるとしても、まあもうちょっとかかるのかもしんないんだけど、今の星野を先生と、まあ、みんなで助けるっていうのは、まあ、宣言しといた方が良かったし、まあ、その後に地下生活者に喧嘩売るのも、いや、嘘こけ、お前、自称人間のナロー主人公かって、治癒魔法の間違った使い方を思い出したぞ。やっぱこいつ嘘となんじゃねえのああ、実際プレセン化してるのはまああるんじゃないかなって感じがします。なんか今回最後に黒服帰ってきて、先生の健闘を称えつつも、なんかちょっと心配してほしいなっていう気持ちはあるんですけど、割と今回星野 VS ひながめっちゃすごいクオリティでやってるし、まあ多分これヨースターピクチャーズがやってるんだろうけど、まあアニメーションもかなり気合い入れてて、まあ、ブルアカ本気出せばこれぐらいできるんだぞっていう、そういうアピールも感じたからよかったんだけど、まあ、個人的にヒナが雷帝に対して結構責任感じてるのはまあちょっと意外だったかなと思うんだけど、まあ、雷帝とヒナの関係って、まあ、夢先輩と星野の関係なのかなと思ってたから、まあ、なんだかんだ星野がここまで追い込まれないと、まあ、多分やれないシチュエーションだから、まあ、ありかなと思った。結局先生がフォローしないと、まあ、そっちの戦局がやばいっていう状況も含めてね、まあ、星のテラーに関しては、まあ、そもそも、まあ、黒服が色彩実験ぶち込んでたから、まあ、それも関係してんのかなと思うし、まあ、戦力集めて早期決着つけたから、まあ、色彩の侵食が遅れてるのかなっていう、そういう見方はまああるかなと思う。やっぱ良くも悪くもカイザーじゃちょっと役不足なんだよ、あいつら。まあ、そのカイザーに関しても今回決断を迫られてる感じがして、まあ、特に現場の奴らだよね。というのもカイザーってさ、最終まで逃げたじゃん、あいつら。まあ、クーデターを起こしたまではまあ、否定路線なんだろうけど、そこであいつらプレセントを戦わずに逃げたじゃん。まあ、少なくともプレジデントはそのつもりで逃げたし、まあ、カヤちゃんやホックスはなんだかんだ、まあ、サンクトゥムタワー攻略戦にはまあ、従ってたんだとは思うんだけど、まあ、あの子らもなんだかんだ運が良かったっていうか、いいタイミングでカイザーと縁切れてよかったねっていう。だってプレジデントあいつ破滅する未来しか見えねえもん。契約破棄やらかしちゃったし。ただまあ、色彩と瀬戸くんがワンサカバトルしてる中で、逆に一平卒の連中とかにはまだチャンスがあるっていうか、だってカイザーの兵士ってさ、最終章で、まあ、先生たちに協力できなかったじゃん。今は多分カイザー連中が、まあ、先生や対策委員会と力を合わせられる、まあ、唯一のチャンスっていうか、あれガンダムの逆襲のシャアのギラ動画の人たちみたいに、まあ、ここで協力してくれたらっていうのはあるよね。まあ俺さ、ここでさ、理事がゴリアテに乗って、まあ瞬殺されるにしても、ちょっとなんか、まあ、瀬戸くん相手に挑んでくれるとこだったら、まあ、ちょっとは、評価上がるよねって。あと俺、ビナーくんも来ると思ってるよ。色彩ビナーくんね。うん。てか、今来ないとあいつもう、出てこれないじゃん、ビナーくん。まあ、アニメでビナーくん出てこなかったのは、まあ、原作再現だから良かったとしても、まあ、なんとなくこの機会になんかビナーくんも出てきてほしいよね。チカちゃん？あいつはもう、ある意味無害だよ。あいつ最初から白子テラーのことを把握してなかったじゃん。あれさ、地下生活者さ、本当に星野と手を組めてたら、一方的に操るんじゃなくてね、まあ、先生が白子テラー助けたこととか、まあ、聞いてるはずだから、まあ、把握できたし、まあ、そもそもそういう取引や契約だと、まあ、星野が地下生活者と手を組む理由が一切ないし、まあ、それ抜きでもおとなしくフランシスの話聞いとけよお前って話なんだけど、実は更新が進めば進むために打てる手がどんどんなくなっていくのが、まあ、チカちゃんだから、まあ、逆にこれ以上何もできないし、もうできない体にされるだろうから、まあどうでもいいです。マジで最終章を経ててよかったなっていう、そういう認識のためのキャラだと思いますね。やっぱ改めて思うのは、最終章でプレセンが襲ってきて、まあそっちで白子テラ助けたのが本当に、まあ、ターニングポイントだったんだろうなっていう感じがします。うん、かやちゃんのクーデターも、まあ、タイミングずれてるだろうし、まあ、百花繚乱に関しては、まあ、直球で白子テラーの話で、まあ、クズの葉探しに来たら、ゆかりたちと関係持ったっていう話だから、やっぱ流れ変わってるっていうのは、まあ、先生が白子テラーも助けようとしたっていうところからあって、やっぱこの辺でやっぱメインヒロイン出してんなっていうのは感じた。うん。白子テラに関しては、同キャラいちゃいけないルールがなかったら、まあ普通に対策委員会に置いてたからね。うん。まあそこら辺も含めて良いタイミングで帰ってきてくれたかなっていうのはまあ間違いなくあるよね。うん。フェスゲンで来るかね。なんかブルアカフェスでも結局、フェス源の話はしないんじゃないかっていうぐらいには、まあ、次が気になるとこですか。うん。あと、アリ夏来るとしたらどうなんだろうね。まあ、アニメでかつての砂祭りのイメージ映像やってたけど、割とアリ夏のバカンスイメージに通じるところあるから、まあ、今回の件が終わったらマジでオアシス開通して、でか瀬戸くんが悪いような気がするから、まあ、瀬戸くんをぶちのめして、おじさんも元に戻して、まあ、それで砂祭り復活かなっていう、まあ、可能性もあるから、その砂祭りで、まあ、沙織がバイトして、まあ、敦子たちも遊びに来てるっていう流れだったら、まあ、第3章先に終わらせるんじゃないかなと思う。うん、てか終わらせてほしい。いや、これはみんな思ってると思うけどね。まあでもクオリティ高いから、まあどうだろうな。うん。でもこれ、3.5 周年の大目玉だろうから、すべてはフェス次第ですかね。うん。まあ、フェスといえば、坂田翔子さんがプレゼンやるっていうのはまあ間違ってはいないと思うよ。まずそこまでやんなきゃいけないから。でもそこまでやるには色々と積み重ねていかなきゃいけないから、まあ長期展開になってほしいかなと思う。それこそ無職転生みたいにね。うん。ということで今ブルアがめっちゃ盛り上がってるって話でした。もともとこのゲームってさ、半年に一度のフェスで稼ぐっていうスタイルだから、毎月セルラン1位取んなくてもいいのよ。まあ、月額パス課金してくれる先生が増えれば増えるほどいいだろうけど、すべてはこの日曜日って感じですかね。うん。